ちは。こんにちは。これから法政大学人間環境学部学生によるトークショーを始めます。3年の雪乃です。1年の高博です。2年の梨紗子です。4年の剛です。よろしくお願いします。さあ行くぞ。最初のテーマは人間環境学部を志望した理由です、では順番にちょっと聞いていきたいと思います。じゃあ最初に高博お願いします。はい、僕は高校の時から地域活性化に携わっていたこともあって、大学でも地域活性化について学んでいきたいなっていうふうに思っていました。そこでとりわけ自分が勉強したかった農産漁村の活性化について勉強できる人間環境学部を選びました。高校生の頃からじゃあ何をやりたいっていうのはもう明確に決まっていたわけだ。そうですね、決まっていたっていうこともあって自分は自己推薦を選びました。あ、なるほどね。次に梨紗子お願いします。はい、私は高校生の時から SDGs という最近流行っているものをやってきて、人間環境学部でも SDGs を勉強することができると知ったので、そのまま高校生でやってたことを大学でもやりたいなと思って人間環境学部を志望しました。最近テレビとかでも取り上げられてるよね、 SDGs なんて。そうですね、大学でもすごい授業でいっぱい取り上げられてるので、興味がある人はすごいおすすめとなっています。ありがとうございます。じゃあ剛さんお願いします。はい、僕は正直高校生の頃は何をやりたいっていうのが明確に決まっていたわけではないんだけれども、この自然環境とかその地球温暖化とかの環境問題とかそういうのに少し関心はあって、こう文系の視点からそういったものを学べる学部ってどこだろうっていうのを探した時に、この人間環境学部っていうのを見つけて、あ、じゃあ受けてみようかなみたいな感じで志望しました。じゃあ、ミキノはどうして人間環境学部を志望したんですか？私もつよしさんと少し似てて、高校生の頃何を学びたいか明確に決まってなかったんですね。だから一つの、専門性、社会学部とか法学部とかに入って学ぶのは本当にそれでいいのか自分は分からなかったんですけど、人間環境学部はいろんな分野から環境問題について考えられる。そしてこの大学に入った後からでも自分の学びたいことが決められるというところに魅力を感じて人間を志望しました。じゃあこう志望理由一つとっても4人で全然違うんですね。続いてのテーマは人間環境学部に入る前と後での印象の違いについて話していきたいと思います。じゃあ最初に梨紗子お願いします。はい、私は人間環境学部に入る前は環境とついているので環境問題とかにしか学べないのかなって思っていたんですけど、入った後に意外と環境といっても自然環境だけじゃなくて、その環境を取り巻く人のことだったり環境を作っていくための法律とかについてもいろいろ学ぶことができるって知ったのが印象の違いかなって思いました。剛さんどう思いますか？僕も結構この幅広い学びっていうところはすごいこう入る前と後の印象の違いとしてはあったんだけれども、その一方で教授の方々とかはこう幅広くだけじゃなくてやっぱり自分の専門っていうものをすごいこう重視するっていうのもこう意識してるなっていうのを感じて、この幅広さとこう専門性っていうのの両立っていうのがすごい学部だなっていうのがこう入る前と後の違いっていう感じですかね。ミキノはどう、入る前と後で何か違いってあった？今の剛さんが専門性って言ってくださったんですけど、それに関連してるんですけど、人間環境学部って研究会がすごい充実してるなと入った後に思いました。いろんな専門分野の先生がいらっしゃるので、その分研究会の種類も豊富で、とってもそこが人間環境学部は面白いなと思っています。じゃあ最後に高平お願いします。はい、僕は実は人間環境学部に入る前と入った後であんまり印象変わってないんですね。で、自己推薦だったっていうこともあって結構学部について知る機会が多かったっていうのがちょっとあるのかなって思うんですけど、入った後もやっぱり
自分の専門性っていうか、まあ、地域活性化についてしっかりと勉強することもできるし、それから大学の制度的に他の勉強もすることができますし、学部内でも他の分野で勉強することができるので、今1年生ではあるんで、いろいろ幅広い勉強をすることができていて、充実した大学生活を送れてるなって思ってます。おー、優しい。最後のテーマは学生が考える人間環境学部の魅力です。じゃあ最初にちょっと高弘教えてください。はい、僕が考える人間環境学部の魅力はやっぱりいろんなことを勉強できることじゃないかなっていうふうに思ってます。僕は学びの軸として地域活性化っていうのを挙げているんですけど、でもどちらかっていうとその地域活性化も観光とか、あとはそのどちらかっていうと地域の中のことよりも地域の外に向けた地域活性化について勉強したいなっていうふうに思っていたので、逆に医療とか教育とかそういうふうなものを取り扱うっていうふうなことがなかったので、いろんな視点から地域活性化を見られる人間っていうのは本当に魅力じゃないかなっていうふうに思ってます。確かにそうだね。次にリサコお願いします。はい、私は人間環境学部は2年生から研究会に入れるというところが魅力的だと思います。やっぱり3年生とか4年生から入るより2年生から入ることで、授業ではあんまり先生と触れ合うっていうかお話しする機会がないと思うんですけど、少人数制で研究会で先生とお話しする機会がいっぱいあることによって、私が学びたかった SDGs のこととかについてももっと詳しい話とかだったり別の見方とかいろいろなことを教えてもらえるので、すごい研究会の存在が魅力的だなと思いました。皆さんどうですか？私も梨紗子が言ってくれたように研究会がすごい魅力だなと思っていて、私は自然環境と災害というのがテーマの研究会に入ってるんですけど、そこではグループワークをしたりだとか文献購読をしたりだとか、あとは個人研究発表が定期的に用意されているので、それに向けて自分の学びも、ずっと止めずに、なんだろう、日頃からその問題意識を持つようになったし、あとはやはり教授との距離が近いとか、あと上の学年とか下の学年の方たちと交流できて、すごいアットホームな雰囲気でできるのが研究会の魅力だなと考えてます。剛さんお願いします。僕は人間環境学部の現地学習プログラムっていうのがすごい魅力的なところかなっていうふうに思っています。僕は1年生の時に沖縄でやっているフィールドスタディに参加して、で2年生の時は逆にこう北海道でやっているフィールドスタディに参加して、やっぱりこう日本全国とは海外とかもこうフィールドスタディの現場として用意されているし、そういったところに実際に足を運んでその現地の生の声であったりその感覚であったりそういったものを味わえるっていうのがすごい魅力的なところかなって思っています。確かに大学の中の勉強だけじゃなくって、その勉強したことを外で実践したりとか、実際どういうふうに社会で使われるのかとか、そういうことを実際現場で学んでいくって重要ですよね。そうね、やっぱりそこの場に行かないとやっぱり勉強できないことってあるんだなっていうのはすごい感じました。ちょっとね、去年から新型コロナウイルスの影響でなかなかこう遠出して現地学習っていうのはできなくなってしまったんだけれども、こうウィズコロナの FS っていう形で関東近郊のところでこう一人でこう現地学習を行うっていうようなプログラムっていうのも新しく始まって、だからその現地で学ぶっていったところそのエッセンスを残したままそういったプログラムっていうのを今もやっているっていうのは、やっぱり人間環境学部としてその現地学習っていうのはすごい重視したいし、やっぱり推したいところなのかなっていうのを感じました、ね。皆さん、学部生によるトークショーはいかがだったでしょうか？私たち学生の生の声が少しでも届いていたら嬉しいです。本日この動画をご視聴していただき、人間環境学部に興味を持ってくれた方は他の動画もぜひご覧ください。本日は動画をご視聴していただきありがとうございました。ありがとうございました。